フェラーリ FF とは、イタリアの高級自動車メーカーであるフェラーリが2011年から2016年にかけて製造していた高級ワゴンである。2011年1月21日に、フェラーリ初の4輪駆動、かつ、シューティングブレークモデルとして、その存在が公式に発表された。なお、一般公開は、同年2月24日に行われる。 ウェブプレビューと同年3月に行われるジュネーブモーターショーとなった。フェラーリ初の4輪駆動かつシューティングブレークであり、なおかつフェラーリの市販車として過去最高の出力を持つ新開発の直噴エンジンに4つのシートと約450リットルの加湿を持つなど高い機動性を兼ね備えるという、これまでのフェラーリになかった斬新なコンセプトを持つ高性能車である。 なお過失は、荷物を積載する際に、後部座席を折りたたむことで、約800リットルまで拡大することが可能である。デザイン及びスタイリングはピニンファリーナが担当した。612スカリエッティとほぼ共通する、ボディサイズを持つものの、全く違うコンセプトの新型車であることから、クーペスタイルのボディにプラス2のシートを持つ612スカリエッティの子、2016年2月8日に、 後継者である GTC4 ルッソが発表された。なお、ドバイの警察においてパトカーとして導入された車両が存在する。トップギアのジェレミー・クラークソンがスウェーデン・アリエープログで試乗した時は凍った湖の上で雪上走行を披露していた。比較対象はベントレー・コンチネンタル GTV8 であり、雪上に400メートルの直線とシルバーストーン。 サーキットを模したコースを作り、直線はジェレミーが、シルバーストンサーキットはザスティグに乗ってもらい、タイム計測を行った。直線は FF が速く、コースではコンチネンタルの方が速かった。しかし、ジェレミー自身はスキー場に着いた時に、雪の中を走れる車に乗ると言って、VTR を閉めた。エンジンはこれまでのフェラーリの市販車として、 最高の排気量と出力を持つ新開発の V 型12気筒48バルブ 6262cc の直噴ユニットで 660PS を発生する。さらにアイドリングストップなどを中心とした二酸化炭素排出現象を目的としたシステムヘレイもオプションで用意され、日本市場などいくつかの市場では標準装備される。 トランスミッションは458イタリアやカリフォルニアのものに近いがなそデュアルクラッチトランスミッションを備える。また、他のフェラーリの車種同様に、マネッティのシステムを搭載し、走行モードは、スポーツ、コンフォート、イースシーオフのほか、FF には、ウェット、アイススノーが用意されている。他にも、フェラーリ発の車体前後双方の車高調整システム、 カーナビゲーションシステムやデジタルテレビチューナーが用意されたほか、後席にはオプションでテレビモニターが用意されている。4RM 編集フェラーリはこの FF のために新たな4輪駆動システム 4RM を開発し特許を取得した。このシステムは縦置きエンジン前方にパワートランスファーユニットを置き、そこからエンジンを貫く形でドライブシャフトを伸ばし、 後輪のトランスミッションと EDEF を組み合わせたトランスアクスルユニットにつなげたものである。パワートランスファーユニットは変速機が1から4速に入っている時のみ軸トルクの最大20%を前輪に伝達する。センターデフを持たない分、一般的な 4WD システムより50%の軽量化及び低重心、低地上高を実現した。 この軽量な四輪駆動システムが貢献したこともあり、前後47、53の重量比とともに、高出力化と軽量化を同時に実現し、時速時速3 3 5トルの最高速と、零時速1 0 0トル加速を3.7秒でこなすという高い性能を実現した。一般への正式発表からわずか4ヶ月後の2011年7月5日に、ルカディモンテゼーモロ会長や、 中日イタリア大使同席の下で中日イタリア大使館で行われた発表会とガラパーティーにおいて正式に日本市場への導入を発表した。価格は3200万円と発表された。なおこの際に同年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けた宮城県石巻市の市内2カ所の児童放課後クラブの再建費用としてフェラーリから寄贈された。 FF の日本一号車がオークションにかけられ、約4000万円で落札されその全額が再建に役立てられた。フェラーリ法が正式名称で、その略称が FF とされているが、フェラーリのウェブサイトや各種印刷物において、フェラーリ FF と書かれているものがあるほか、モンテゼモーロ会長やフェラーリ社員が、フェラーリ FF と呼んでいるケースもあり、その故障は定まっていない。 レスポンス2011年1月26日、w e b クグ o k 2011年1月24日。ありがとうございます。